はい、リッキーでーす。今日はですね、待ちに待ちました、コクワガタのですね、忘れられていたコクワガタくんです。産卵セットにね、まあペアリングして産卵セットに入れて、で2ヶ月経ちました。はい、2ヶ月ね経ちましたんで、割り出しねしていきたいと思います。果たしてねどうなっているのかという状況ですが、多分ね餌はあげてたんですけど、もう最近は全然食わないですね。うん、最近は全く食べなくなったんで、うん、まあ、こんな感じですね。ね、結構ね穴がね、こちらほら穴開いてるんですよ。だから結構ね期待できるんじゃないかと思います。それではねやっていきたいと思います。それではこの昆虫のこのダイソーで買ったね産卵木をポコッパカッパカッ、初割り出しは初めて、ね、ちょっと緊張するんですけど、コクワガタどこ行ったの？コクワちゃんのメスはどこ行ったんでしょう？コクワのメス、あのね何ヶ月かね経つとね、本当になんか線虫とかがね出てきて怪しいんですよ。結構線虫がね、あのヒモキュウみたいなね、ミミズみたいなやつが結構湧いてたんで、やべえなとか思いながら、とりあえずこれはいいや。ね。それではこちら穴がいくつか開いてはいるんですが、あ、いた！穴に入ってる！おい！メス！お前ケツ出てるぞ！おい！メス、あれですね。コクワのメス、発見しました。穴の中入ってます。これね、今見えないんですけど、ここの穴にね、今ケツを、頭隠して尻隠さずの状態ですね。コクワのメス生きてたか。それではね、こちら、マイナスドライバーで、パカッと割っていきましょう。穴掘ってる最中だったのかな。でも2ヶ月経ったからな。1,2,3,4 箇所ぐらい穴開いてるね。これさ、どうやって開けたらいいの？これこういうのマイナスドライバーだと割りにくいんだよ。割れるもんなの？思いきや割れるかきついな。これはどうやったら割ったらいいんだろうか。どうやって割ったらいいんだろうか。とりあえずこのメスを救出しましょう。穴に入ってるね。あ？違った。
もうちょっとでかいマイナスがいいかな。そんなにでかいマイナスドライバー持ってないんで。もうある種冬眠に入ってたかもしれないですね、このメスは。だいぶ。あんまり冬眠から起こすと良くないんですよ。エネルギーを余分に使うからどうだろう。よいしょ。おい、メスちゃん、こら、出てこい。引っ張っても取れん。おい、にゃー、あ、ダメだ。こいつ矢が王にも出たくないというのか、そこがいいのか。よいしょ。ふん、パリパリ。周りから入れるしかない。こうやってちょっとずつ裂いていくしかないのか。ほら、出てこい。貴様の身柄はもう確保した。よし、メス救出です。ほら、メス。まあそこまで。ちょっと寒いからかな。寒いからか、ちょっと動きは鈍いですね。まあ、それはしょうがないでしょうね。本当にあれだね。綺麗に丸く削るよね。円みたいに。円柱形かな。すごい、綺麗にさ。丸く。パリ。ほら、すごいよこれ、見て。ほら、まん丸。機械で掘ったようなレベルの。本当に最初から機械で掘られてたんじゃないかっていうぐらいのあれっすね。円柱形。幼虫は触根があるの。触根があるの。怪しいぞはい、見て。怖いな。このままさ、ぐしゃっていう。
があるな。このなんていうか明らかになんか食ったような部分が、とりあえずあれでしょ、大雑把に割いてって、で、あとは細かく裂かれたやつを確認するような感じでやったらいいかな。パーカー？いない。食根もあるんだけど、幼虫がとか卵一切ないですね。俺の探し方が悪い。まさか初挑戦のコクワ型ブリーディングで失敗か。ブリーディング失敗かもしれない。ほら見てこれ、こんなさ、モコッとしてんで、なんか触るとボコボコっとしててやわっこいです。この中になんかいそうなんやねんけど、なんだこれ、なんかいそうやけど木の中心部まで潜ってった感じかな。卵はもう孵化してるやろな。2ヶ月経ってんやからな。もう2ヶ月も経ったんだから、多分孵化してると思うんだよ。産卵木に、ペアリングしたメスを入れたのが10月の頭ぐらいだから。経ってはいると思うんだよ。余裕で。してると思う。卵はもう幼虫になってると思うんだよな。だいぶ中心部まで来たけど硬い。とにかく硬い。加減のしようがないのでね。あ、俺はね、なるたけ卵を採取することはしたくないんですよ。というのも成長した幼虫を取りたいんですよ。だから2ヶ月間、まあ時間を十分取ったんですけど。言ったかと思った。大丈夫。硬いな。おっと、中心部まで掘っていって何もありませんでした、何も得られんもんな、得られませんでしたことになったらちょっときついな。精神的ショックがきつい。
うちょっと加水しとくべきだったかな。もうちょっと腐食させるべきだったか。この産卵木自体。勝て。マジかね。こうやってさ、ここら辺から削っていくか。ちょっと待って。よし。勝てえ、マジで。冗談抜きで勝てえ。マジで本当にこれいないパターンじゃない？もしくはいたけど、何かが原因で死んで消滅したか、バクテリアによって分解されたか。可能性が。ドライバーあれだな、先が丸くなってるからパワーがない。ふん、よっちょ、疲れた。これ思った以上に疲れる。マイナスドライバーなかった。プラスドライバーしか。もう疲れたよ俺。でもクワガタだからあれで。クワガタだから木の中に産むと思うんだよ。土の中には産んでないでしょさすがに。ノコギリクワガタとかだったら産むらしいんだけど。だから実験やりたいんだよね。実験。あの、クヌギ伝説とどっちが育つか。普通の昆虫マット。カブトムシの場合は、明らかに昆虫マットの方が良さそうだけど。いや、クワガタはやっぱり違うんじゃない？クヌギの伝説の方がやはり伝説だけあって育つんじゃねえっていう淡い期待が。出てこない可能性すら。大丈夫かな。本当にあのココアのメスあれ冬眠してたんちゃうか。マジ完全に冬眠してたけど
理やり起こしちゃったから。なんか、問題ありそうや。このままにしといた方がよかったかかっあっ。ああ。あっ。プラスチックの。このプラスチックが。ああ、割れちった。ひび入った。今のバキって言って。しくったな。新聞紙敷いた方がいいかな。これ。ここでやるにはすごい狭いんです。新聞紙を敷くか。ここでやるには狭いんだよな。実に狭い中に。ちょっとこれストレートの縦にして、これ新聞紙しか、新聞紙を敷いてね。冬に、今日は暖かいんだよ。今日は暖かかった。16度ぐらいあったからね。結構暖かい。12月にしちゃ暖かい。こうやって横にして、こっからこうやって、こうやった方がいいんじゃね。食根はあるんですよね、こういう。ペリッ、むむ、あれ食根あったんだけどな。本当にこれ絶滅したパターンじゃない。まさかの全員全滅したんじゃない。全員ニョロが全滅した可能性があるぞ。ニョロちゃん全滅。かけかって、マジで冗談みたいな硬さ。あーくそ、もうちょっと、水含ませとくべきだったな。
くっ。本当に消滅したんじゃないの？マジで消滅理論あるぞ。なぜか全滅した理論。食根あるのに。ここらへん。なんかあるな、食根が。食根があるんだけど、中には、なんか変な黒い塊がある。いそうやねんけど、いそうやねんけどいないな。コクワガタ育てたいんだけどいないな。まさかの一匹も幼虫が確保できないという大失態に可能性が出てまいりました。疲れた。なんでしょうね、原因は何でしょう。もう一回ペアリングしてみる。木が硬すぎたんじゃない？他の動画でさ、割り出しの動画見るけどさ、こんなに苦労してる動画ないぜ。なんで俺こんな苦労しなきゃいけない？勝てんだけど、超勝てんだけど。みんなこんなクソ硬いやつやってんの？硬すぎない？超勝てんだけど。みんなサクサクやってるけどさ、サクサクなんてもんじゃねえぜ。これ水分足りなかったんじゃないかな、大体。これ水分さ、含ませる時間足りなかったんじゃん。てか、それ以降俺、この産卵木入れてからずっとさ、霧吹きやってなかったけど、それが原因かな。霧吹き一回もしてなかったけど、分からん。いや、ない。どうなってやがる。疲れた。コクワのメスにもう一回頑張ってもらうしかない。一回頑張るっつったってね。またあれやで、寿命減る。交尾させると寿命減るでしょ、間違いなく。本当にいねえな。こういうさ、ところにさ、意外と行ったりして。こういうの。
マイナスドライバー、鋭いやつ買ってこよう、今度。全然鋭くないんだもん、これ。鋭くないとこれ使い物なんねえよ。最初はいたんだけど、卵産んだんだけど、それから食ってたら水分量が少なすぎて、この木の水分量が少なすぎたのか何なのか知らんけど、こんな木食ってらんねえやみたいなこんな水分ねえ木食いたくねえよって言ってそんで死んだか餓死したか、その可能性もビレゾンあるな。何せね、水分量のね、あれどれぐらいねつけたらいいのかって分かんないんですよ。さあとりあえず確か何時間つけたんだったっけな、もうつけ時間とかにもよるんだろうけど、産卵木をつける時間とかによって結局水分量とか変わってくるし、あと結局霧吹きしてなかったのも悪いかもしれない。水分足りてるだろうと思って、割と密閉した空間でほっといたけど、もうちょっと水霧吹きでやった方が良かったかもしれない。でも書いてないしなぁ。いろいろググったけどさ、霧吹きを忘れずになんて書いてないし、ちゃんと書いとけよ、ゴミ。ゴミウェブサイト、ちゃんと書いとけよ。水分足りねえなら足りねえって。多分そのせいだった。すぎるこれ本当に。あー疲れた。あーもう最終手段、これを使うしかねえ。じゃっじゃじゃーん。あれ抜けない。キリーてて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 これ抜けねえんだけど。おい。うーっと。これこのキリの。なんだこれ、これが取れねえとかも初めて聞いたわ。キリのこの、でってけでってって、こっちの方がいいぞこれ。お、いいぞ。キリ、キリで、こうやって、ねじってあげる。あ、いい。具合がいい。こっちの方がいい。ただ先がポキッと折れそうだ。これも100円ショップで買ったやつだ。100円ショップ大好き人間。ダイソーにね、1ヶ月にね、5回ぐらい行くから。
下手したら10回行くから、ね、ダイソーマニアと言っても過言ではない。本当にいいねえんだ。折れるぞ、こんな使い方してた。キリこうやってさ、ベキベキってやるさ、こんな使い方してたら確実に折れるぞ、これ。ダメになってしまう。絶対ダメになってしまう。なんでみんなどれくらいでさ、あれすんだろう。割り出し。俺2チャンネルで聞いたら2ヶ月がいいって言ってたんだけど、ペアリングのやつ入れてから2ヶ月って聞いたんだけどな。そんなはずじゃないと思ってんだけど、なんで全然わかんねえ。時期が遅すぎたんかな。寒すぎてみんな死んじゃったとか。寒すぎて死んだんかもしれない。寒すぎて、時期的に。10月ペアリングして、産卵ケージに入れたのが10月頭でしょ。遅すぎたんかもしれない。わからんね。本当にいないな。卵の、たの字もないぞ。夜の二度にもない。二の字もない。あれ、俺の、予想としてはこんなはずじゃなかったんだけど。もっとさ、他のさ、ようつべの動画のさ、割り出しの演出のやつ見てるとさ、パリパリパリってやって、あみたいな。もう一発でさ、一匹見つけ、みたいな。で、さ、もうどんどん見つかってて、最終的に15匹とかさ、抜かしやがる。ふざけんなよ、マジで。なんで一匹も出ないねん。これ初じゃない？史上初じゃない？ようつべの動画で、割り出し動画で初0匹って、ある意味異形じゃないか、これ。ある意味異形を成し遂げた、ユッキーさんである。本当に一匹も出ない。すごい。これを動画にしようっていう、あげようと思う。俺もすごいやん。普通に動画あげるからね。ノンストップ、ノーカットバージョン。ノーカット。ノーカットバージョン、無修正バージョンを送るからね。普通に動画に残すからね。だって、ようつべは俺の日記帳だもん。俺の日記帳だから日記代わりに使ってる。なんかやけに硬いのか。あれ本当に一匹もいねえ。マジで言ってんの。さっきからこっちに
破片がめっちゃ飛んでくる。ここまで来たけど、まだ一匹も成果もありませんでした。そう。もう食根ももうなくなったぞ、だって。完全に食根もなくなった。まあ、なんとなく分かってたけど、ここまで掘り進んでさ、一匹も出ないってことはさ、確実にさ、なんか死んでたりするよ、おそらく。おそらく何らかの原因で死んでいる。可能性が非常に高い。卵は産んだんだけど、ちゃんと掘り跡があるから、間違いない。4個ぐらいは産んだと思う。だけど、多分、掘り出すの、いや、割り出しが遅かったんかも。1ヶ月ぐらいで割り出したらいいかな。ワンちゃん。ワンちゃん1ヶ月ぐらいで卵の状態からは、取り出してみるか。でもな、でも確かに俺2ヶ月っていろいろサイト見たけど、2ヶ月ぐらいがいいって書いてあったんだよ。それは全部嘘っぱちかもしれない。嘘っぱちかもわからん。でもね、関係ない話だけどね、今でもね、カブトムシのゼリー売ってるんよ。ダイソーに。キングゼリーっていう黄色いやつ。ヨーグルト味ってやつ。あれ結構、俺好みなんですけど。俺が好みっていうわけじゃない。18個入りのさ、めちゃくちゃ売ってたもん。30個ぐらいね、追加されてた。俺がよく行くダイソーに。30個ぐらい追加されて置いてあってさ。うわーって。で、1個買ってきた。リビアとかもよく食うんで、すげえ食うんですよ。特にリビアがもうものすごい。1日1個食うからね。あいつら。まあ、100匹ぐらいいるからさ、あれなんだけど。1日1個食うからね。そう考えるとやっぱり、カブトムシってあれ、1匹で1日1個、1個以上食うらしいから、1個は食うらしいからね。そう考えると恐ろしく、カブトムシって大食感なんだな、大食感なんだなと思う。あいつはね、まあ、クワガタは全然食わない。1日 0.3 個ぐらいしか食わない。コクワに至ってはもう全く食わないです。 0.1 ぐらい、0.1 個ぐらい食ったかなーぐらい。なんか舐めたぐらいしか減ってない。特にちっちゃいからね、こいつら。俺が飼ってるやつは。ものすごいちっちゃいんだ。まあでも、コクワガタはやっぱでも、俺は結構好きなんですけどね。コクワガタ。こんなにちっちゃいのにさ、一番繁殖してるでしょ。カブトムシとクワガタの中で、一番多分見かけるんですよ。それだけ繁殖力が高い。っていうのと、適応力が高い。温度の適応力も高い。繁殖力も高い。結局のところ、そういうやつって、まあ、初心者向けだし、やっぱり、なんか強い。いろんな意味で強い。バトルには弱いけど、
でも多分自然界の中では一番強いんで、そんなが、その自然界の中で生き残っているっていうことは、やっぱそれだけ強いってことなんですよ。本当に昔俺がカブトムシ採集に行った時、ガキの頃、絶対コクワガタがいたもんね。どんなに取れなくても、コクワガタだけは、毎回いた。またコクワかよーとか言ってさ、もう捨ててたもんね。捨てるほどいたもんね。あいつら。あいつらマジ捨てるほどいるからな。コクワはいらねえわ、みたいな感じで。捨ててるもんね。捨てるほどいるから、そんだけいるってことはやっぱり、生存競争で勝ってきたら、やつらってことだ。つまり自然淘汰された中での生き残りだから、それ強いんです。だから俺は好きなんです。まああと俺はクワガタ飼い始めたっていうのね、まあ初心者ですから。多分いねえだろうな、これ。この感覚だと。こんだけ掘り進んでもいないとか、マジで。ヨウツベ史上初だよ、これ。初の。割り出ししていなかった男。ユッキー。すごいね。そして割り出しの教訓を、こうして人間は成長していく。教訓を得た。まずは水はたっぷり吸わせましょう。多分ね、一日ね24時間ぐらいつければ多分大丈夫だと思う。産卵木。よくつけときましょう。でないと、あれです。割り出しするときにすんごい硬い。腐食してね、生の木みたいな感じ。ほとんど生の木だろ、これ。ぶっちゃけて言うと。朽木じゃなくてさ、生の木みたいになってる。これ絶対いねえよ、これ。100% いねえよ、これ。もしかしたらさっきの残骸にいるかもしんないけど、まあいないでしょうね。おそらく。キリ全然折れない。こいつやるな、さすがダイソー。ダイソー、ダイソー、さすがダイソー。ダイソー産業株式会社。
ワンチャン土にもいる可能性もあるかな。土。土にワンチャン一匹ぐらいいないか。いないか。でも線虫がいたからな。線虫に食われてたりするかもしれない。下手したら。初めて見た線虫って。どっから湧いたのか。いたからね。大量に。大量にわらわらいたからね、線虫。楽しみにさあしてきたのにこれか。楽しみにさーて割り出しするかみたいな、何匹取れるかなーなんて勝手に考えてたけど、ゴミじゃん。一匹も取れねえとかマジで最悪。最悪最低。まあ一応残ったは、まあ、あらかたとりあえず調べ、ちょっと調べてみて、まあ、いなそうだったら、まあ、しばらく、放置しときましょう。あれは。うん。もしかしたら、見逃しで、いるかもしんない。ワンチャン。ワンチャン見逃しで。ぐらいいたり、卵があったりとかする可能性も考えられる。時期的に遅かったかな。産卵セット組むのかな。それともやっぱり割り出しの時間が遅かったか。2ヶ月は起きすぎたかもしんない。うん。1ヶ月で割り出し行った方が良かったかもしんない。まあ、次にやるときは1ヶ月でやってみっか。多分全員死んでたんでしょうね、おそらく。こんだけいないってことはないんで、おそらくいたんだけど死んだっていうことでしょう。死んでバクテリアに分解されたのかもしれない。おそらく。なんか残骸があったもんね。なんか黒い。なんか気になってたけど。なんか食痕の後になんか残骸みたいな、なんか黒いなんか変なぐちゃぐちゃっとしたなんか変な物体があったんで、もしかしたらそれが亡骸なのかもしれない。
もあれですね、関係ないけど、やっぱ東京はあったかいっすね、新潟に比べて。新潟なんてもう12月あたりで、もう頭あたりでもう絶対雪降るから、確実に。しかもドカ雪降るんですよ、大体。大体一発目は大体ドカ雪降るんですよ。30センチとか50センチぐらい積もるんですよ。その一発目、まず一発目に12月頭に初雪が降るんですけど、初雪でいきなりドカッと降るんですよ、新潟、俺がいた地域は。まず一発目、当初ドカッと降って50センチぐらいボカーンと降るんですよ。で、そっからこう始まったなと。で、そっからも初日でもう雪かきして、でそこら辺でもうその日はもう警察がもうピーポーうるさいんですよ。もう大体田んぼに突っ込んだだとか、みんなタイヤにね、あれスノータイヤ履いてなくて、初日だから履いてない人もたまにいて、で、それが渋滞引き起こしたりだとか、まあ、救急車がピーポーピーポー言ったりとか、警察がピーポーピーポー言ったりとか。俺も一回田んぼ突っ込みましたからね。雪道でね、50キロぐらいだったの出したの。速度。スノータイヤ履いてたんだけど、あれ確かスノータイヤ入ってたよ。スノータイヤ入ってる。さすがに履いてないってことはない。履いてて50キロ。履いてなかったら50も出せない。20ぐらい出さないと死にますから。で、余裕ぶっこいて50キロぐらい出したら、いきなり、こうやって握ってんだけど、こうハンドル握ってんですよ。いきなり右に、俺、なんもハンドルを、こうやったり、右やったり左やったりしてないのに、いきなりこの状態から、車体が、右にグワーって90度ぐらい曲がって、はぁーみたいな。そんで田んぼに突っ込んだんです。そんで、で、タイヤが2個破裂して、死ぬかと思った。対向車がいなかったからよかったけど、対向車がいたら、事故で、大事故です。やばかったな。自損事故ですね、あれはね。いわゆる。まあ、タイヤが2個破裂しただけなんで、よかったっす。車体とかはそんなに傷ついてなくて。あれやったね。怖いね。だから東京にいる人とかはね、雪経験してないからね。スノータイヤ履いてれば大丈夫だとか言うね、人がいるんですけど。スノータイヤ履いててもね、普通に50キロ出したらね、こうなります。普通にスリップします、ね。まあ、スノータイヤ履いてても40。またまた30だな。俺は怖がり屋なんで、35ぐらいで行きますね。なんで50キロ出したかっていうと、前の車が50キロ出してたんですよ。だからそれに続いて、こんぐらい大丈夫なんかと思って、その前の車についてったら、俺だけスリップしたっていう。怖いね。特にやっぱ怖いのはあれでしょうね。橋の上あたり。橋ですか、ね、橋のちょうど上あたりが大体凍ってたりする。なんでかっていうと、
なんでなんですかね。あれ、橋は、風通りがいいからかな。冷えるんですよ。多分。わかんない。で、凍ってるんですよ。橋の上。あそこが非常に危険。雪降ってんのはまだいいんだけど、凍ると、俺一回教習所で、滑りましたからね。ヒューンって、こんぐらい曲がったから。スリップして。教習所で外教習でさ、雪降っててさ、で、どんぐらい出せばいいかわからねっけ、適当に出してたら、で、こう、右に、こう、ハンドル切ったら、ギャ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 とか言って、車が90度、左に向きましたから、びっくりした。結局ビビって、あ、曲がったと思ったら、こう、ブレーキかけたんですよ。ブレーキかけると、滑るんですよ。だから、あんまりブレーキはかけないようにしないと。雪道は。下手にブレーキをかけると、アボンです。ただ最近の車は ABS っていうなんか、なんとかかんとかシステムが作動するんで、ブレーキ踏んでも、完全には止まらずに、こう、ポッ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 ポって、ポンピングブレーキみたいになって、行くんで、そんなに怖くないです。だから、完全に、踏んでも、思いっきり踏んでも、完全にブレーキがかからないんですよ。安全のために。そのスリップ防止のために。完全にはかからない。ので、多分思いっきり踏んでも多分大丈夫です。俺も一回思いっきり踏んだことあるけど。ガガガガガガガって。ガガガガガガガって、車体がね、こう、ゴゴゴゴゴゴゴってなるんですよ。ゴー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 みたいな。で、それで、左に曲がるつもりだったんだけど、それで、そのままゴゴゴゴゴゴって進むから、左に曲がれずに、そのまま通り過ぎたことある。ダメだなこれ。全く出てこねえ。出る気配ないもん。調べるとしたら土。もうこれねえだろ、こんだけやって。ないな、絶対ない。これ多分労力の無駄だと思う。無駄に労力使うだけだ。やーめた。バカバカしい。やーめた。あ、ごめん。ごめんちゃい、ひっくり返っちゃった。まあ、もう昆虫ゼリーも食わんだろう、多分。なんかさっき変なものが見えた。気のせい。
裏、裏。いない。いない。いない。これ絶対いないって。確実にいないと。だいたいあれだろ。ここがたっぷり、土に埋まない。まないでしょ。あ、とりあえずこのこっちはあれか、冬眠用のあれとして取っとくか。このメスくんのメスの冬眠用、ここに冬眠してもらおうか。ね。ということで残念な結果に終わりました。まあ、教訓としては、産卵木を24時間つけておくこと。そして、割り出しは1ヶ月でやることぐらいかな。可能性としてはそんなもんか。そんなとこでしょうかね。俺が考えられる最善を尽くすとしたら、ということでね、ご視聴ありがとうございました。今回も何も得られませんでした。